王電囲いは、将棋の囲い、先方の一つで、主に二枚落ち、四枚落ちで現れる囲いである。類似先方に振り飛車の早囲いから五六銀、五七銀の変速振り飛車がある。また平手飛車の金王電囲いに五筋、い取り時給線形がある。王電囲いには、金田伝と銀田伝の二つの囲い方がある。守備力では、 横からの攻めに強い金デンが優秀であるが、2枚、落ち下手限定の戦法としての知名度の高さから、銀太殿の方が有名である。両者共通のメリットは、4筋の位を取っていることで、この位を活かせるかいかんかがこの囲いの最大の、古紙と言える。そのため、位のメリットを活かしやすい中飛車と相性が良い。逆に、両者共通のデメリットは、位を取る手間の分、 完成するのに時間がかかることと、中央が厚い分端が薄く、端攻めに弱いことで、端攻め対策として飛車を下段に引く場合もある。銀太線ポ法とは、二歩突き切り定石と共に知られる二枚、落ち下手限定の戦法の一つで、二歩突き切り定石とは、違い値段飛車を活用することが特徴。攻める気風ではない人が指すというのが、定石書やプロ騎士の指導対局での指摘で、 アドバイスされてきたことである。位を取った後は下段に飛車を引き、変化によっては角を切って、上手人の左辺を崩す指し方が、プロ相手にできるようなら3、4段の実力があると、言える。二枚落ちの先法ではあるが、トッププロでも入会前に修行としてやる場合がある。角田二郎による、初の本格将棋漫が、午後の竜では、銀田伝が登場した際などと書かれている。 ありがとうございます。